ア共同代表青木大地です。お願いします。コア共同代表小西恭平です。よろしくお願いします。専門学校がまあ一緒、最初はなんか手下を引き連れてて常にこう大地の後ろに一人いる感じだよね。なんか他クラスでこう勝手に入ってくるんですよ。なんか直哉みたいな感じで入ってきてカット練習その時ずっとしてて、すげえ邪魔なやつ入ってくるなっていうのをずっと覚えてる確かに逆に共演の印象はなんかずっと行く来てて、うん、で1年の時は正直仲良くなかったけど2年になった時にクラスが一緒になって、なんかお昼の時とか俺はまあ共演でいう手下って友達だけど、いつもご飯に食べに行っててでも今日はずっとウィーク来ててなんか変わったやつだなと思ってて、で席が隣になってたよね。そしたらずっと授業中隣からなんかねえねえ大地大地とかでずっと話しかけてきて、今日がずっとコンテスト出ててほぼ全部優勝してて、俺はなんかずっと公園で野球しててだけど最後のコンテスト誘ってくれて、お互い全国大会で勝って海外まで行って、でその時も一緒だったりとか、なんか修学旅行の部屋も一緒だったりとか、なんか美容師以前になんか純粋に友達みたいなっていう感じだよね。確か2年生だから一番楽しかったかもしれないですね、うん、僕結構その人とこう接するというか人付き合いが下手くそなタイプだったんで、ちょっとクラスが浮いた存在だったんです。少しめちゃめちゃ浮いてた。多分真逆の性格だったんですよね。少しなんかホテル大倉だっけな、なんかいいホテルに泊まったんですよ。その時に氷がなんか自動でこう搭載されてて、氷投げだって言ってめちゃくちゃ氷投げ合ってたんですよ、ね、2人でやべえってなって、どっちかが確か片方の冷たいベッドに寝た気が。恭平だね。あ、俺ですね多分。あの恭平が寝た間に僕が氷詰めたんですよ。そうだっけ。あ、そう、氷詰めにしたの寝てる時に最低ですねこいつ。あとは恭平が寒いって起きてきて冷房下げておいたからやっぱ恭平のいいとこっていうと、もうストイックっていうか、でもちょっと頭おかしいぐらいにやり続けられると、極度の心配症で、え、そんなに心配するのってか毎日心配してるから、だからこそお客様に対してかスタッフに対してとか、まあ、技術も全部そうだし突き詰めてやってるのかなっていう、ちゃんと自分でも向き不向きをすごい理解してるから、もうできることに集中してやってるからこそ、まあ、この結果が出てるし、他に存在しない唯一無二な感じがするかなっていう。いいこと言いますね。いや、いいとこしかないよ。まず引っ張ってってくれるリーダーシップな感じと、あとは決断力がまず早いのと、最優先事項を常にこう決めれることとか、あとは思いやりがやっぱスタッフに対してとか嬉しいね、友達に対してとか、なんか一回最近ちょっと揉めたことがあって、その会社に対してちょっとこう僕も不満を投げかけていたら、すごいこうスタッフに対しての思いやりをすごい僕に伝えてくれて、あ、こういうなんか自分の大切にしているスタッフとか友達のことを言われたりするとちゃんと怒れるんだなっていう、人間味があるってことを再確認できたんで、なんか常にこう物事を冷静に判断するから、ちょっと時に冷たいのかなって思ってる時はあったんですけど、最近ちょっとまあなんか退社とかいろいろこう独立とか準備でなかなか会えないですけど、やっぱなんか会うと安心感というかやっぱあるよね。二十歳まで正直僕天才だと思ってた自分のことを。大体やってもうまくいくし、まあ、モテるし。いや、いいと思う。素晴らしいよ。そうだけど、プロの世界に入ったら全く通用しなかった。びっくりしちゃって。入社してなんか表参道のボーイみたいに、それも一発目で内定もらって、新卒代表の挨拶もさせてもらって、だ調子乗って偉い人に自分が切った作品見したら、え、全然だよって言われて、びっくりしちゃって。え、自分めっちゃ切れてるのにみたいな。で入ってみたら、あ、現場ってやっぱこんな違うんだなと思って。なんか今まで自分一人の力で何でもできると思ってたけど、なんかそうはいかないなと思ってすごい挫折して、一回美容師辞めてて、で1年間違う仕事して、やっぱそれでもちょっと諦めきれなくて戻ってきて、高校からずっと引きこもりだったんですよね。なんかこうゲームしかしてなかったんで、自分に自信が全くないのと、髪もなんかボサボサで、なんかゴムで結んでなんかゲームだけやってるみたいな、全くモテてなくて、ガチの引きこもりやん。中学の時もなんかちょいじめにあったりとか、なんかツンツンしてたんで、でなんか高校生になって居場所がなくなって、
まあ、そういう落ちこぼれ人生だったんですよ。一回どん底まで落ちて、私立の高校退学になって、果ての場所みたいな通信制に移ったんですよ。もうここしか受け入れてもらえないみたいな、あやばいなみたいな。すごいな。なんとなく美容師になりたいっていうのはあったんですけど、やっぱそれこそ一つのことがすごい好きだったから、ゲームがすごいずっと好きで、ゲームをずっと極めてたから、そのゲーム内ではマスターって呼ばれてたんですよ。なんかすごい偉い人みたいな。それが自分の中でなんか、あ楽しいなみたいな、カチャカチャカチャみたいな。それでちょっと親が泣いちゃって、あ本気でやばいんだなみたいな。あの全部パソコンとかゲームとか捨てて、通信制をマッハで1年半ぐらいかなで卒業できて、まあ、1人1年遅れてるんで、あの、まあ、親にいっぱい心配かけた分、うちは母子家庭だったからお金もそんなにすごい裕福じゃなかったんで、まあ、そんな中こう育ってくれた親への、まあ、償いとダメだった人生を取り戻そうっていうのを必死で、まあ、専門学校そのカットしかしてなかったらやばいって言ってたんですけど、遊んじゃいけないなと思って、自分の中でも今までこうダメだった1年間を取り戻さないといけないと思ってずっとやってきたから、やっぱこうやってさ見ると、話してるとさ真逆だよね。私輝いてた、なんか栄光のある人生だったじゃん。確かに。一回でもピザのデリバリー1年やってるもんね、大ちゃん。ピザ配るの得意でした。でアシスタント時代本当にうまくいかなくて、僕2年で店舗移動2回もしてて、店舗でも必要とされなかったし、でそれで挙句の果てになんか耳が聞こえなくなっちゃって、それでもう美容師続けら、あと手荒れかで続けられなくて1年間休んで、でその時あの紐みたいな生活してて養ってもらってて、でもこれじゃまずいなと思って、で心を入れ替えて、まあその6年間は一生やりたくないし、アコム見つめた時期ありますもん。お金借りようかなと思って、もうそのぐらいやばかった俺は。ないよね、俺も全部行ってるもん。あでも2回ぐらい共演の部屋覗いたことある。えベランダから見えなかった。あでも俺もある、寝室こうやって覗いた、こうやってどうだった。いやなんか枕のカーテンみたいな。そうでしょ、うん、俺恭平の部屋から俺の部屋見えないのにカーテンの向きそっちにしてる。いや良かったですね、今のその銀座の60坪のとこ見た時には、あなんか良かったなっていうのは、みんなでできるから、僕は逆にまあ路地裏でも最悪みんながでできればいいなと思ってて。いや絶対納得しないよ恭平。そうかも。いやなんか大地だったら多分探してこれんじゃないかなっていうのは自分の期待があって。そう、あんま内見も行かないし、なのにこれどうって思ってた。この人になんかとりあえず希望言っとけばなんとかしてくれるんじゃないかって。まあ確かに今のところ全部なんとかしてきたからね、うん、頼りになるパートナー。現実を例えばこう突きつけたしもうブレずになんか理想とか夢で返してくれるから、こっちもやりやすいなと思って、なんか現実、いや現実こうなんか例えば予算がこうとかっていう考えるタイプなんですけど僕が。でも恭平に言ったらなんか、いやこうだみんなでやろうとか、駅前がいい綺麗なとこがいいみたいな、内装はこうがいいみたいな、いやいやお金がねえみたいな。こういう経営面とかはこっちに全部任せようっていうスタンスで、僕は美容師で現場でみんなで引っ張ろうみたいな、分けた方がいいなと思ってて、自分の得意な分野とこっちの分野が違うんで、なんかすごいパソコンで調べてたんですよ。共同経営ってやっぱり失敗しやすいって言われるので、なんかどっちかが下がってどっちかを立てる方向に行った方がいいっていうのをすごい書いてあって、失敗談ばっか見てたんで、いや僕でも一番大事なのは、なんかどんなに共同経営で成功しても失敗しても、なんかこの関係性が崩れるの嫌だなっていうのをずっと話してて、そこを大事にしてますいつも。確かにコアの目標は一生友達いることだから。そうだから小西青木の頭文字っていう。小西と青木でコアです。そうです、意味は仲良しです。だからロゴも真ん中で割れてるのが。でもなんか家でなんか普通になんかじゃれて遊んでる時にじゃれてるか、なんか二人でロゴを決めてたんですよ。なんかロゴどうしようみたいな、なんか二人こう考えて遊んでたんですよ。あ明朝体いいじゃんみたいな、ロジック体かっこよくないみたいな、ふざけ合ってたまたま白い線をピンってやったんですよ。えこれかっこいいじゃんみたいなので、二人で決めてロゴも作って、そのプロにお願いするとかじゃなくて、全部自分たちでこう作るのって面白いなみたいな。
確かにコア の決めたのも飲み行った帰りにね、うん、なんか歩きながらいろいろこう考えてたんですよ。恭平が最初メモリーがいいって言ったし死ぬほどダセーなってなって、次恭平がなんかハンドレッドがいいって言って 100% で頑張るみたいな。でコアですね。コア、うん、かわいい、かわいい。なんて言うと今ってどっちかというとやっぱすごい経営者の方が入ったサロン経営がトレードな気がして、だから僕が思うのは改めてなんか美容師らしい美容室経営をしようと思ってて、なんだろう、最近のやつでやっちゃダメな、やっぱりアシスタントが多いとか駅前一等地の高い家賃の出店、売れてるプレイヤーが多いみたいな、リスクがめちゃくちゃあるけど、なんか美容師として純粋に憧れるようなサロン作り、他にはないものにしたいな。だからブランド価値が非常に高められる、そういうサロンを作っていこうと思ってます。うん。え？ダメですか？いや僕はもう長いサロンみたいな、経営者にこれからなりたい人とかスタッフに夢を与えたくて、なんか共同経営でも失敗されやすいって言うけど、友達としてここまでやってきて、でスタッフもみんな仲良くて、本当にホワイトなこんないいサロンあるんだよみたいなのを、なんか世の中の美容師さんたちに伝えたいっていうのがありますね。まあ、正直理想は一生スタッフっていてくればありがたいんですけど、現実無理だと思ってて、やっぱみんなはみんなの夢があるし、だから僕いつも面接の時から必ず質問してるんですけど、何年でうち退社したいって全員に知ってて、まあ現に僕らも自分のお店を作るっていう夢があったから、個人的に求める人材としてはなんかそのちゃんとした目標があって、ぶれない人、結果を出せる人、売り上げは全てじゃないと思ってるんで、やっぱり明確な目標を持って取り組むべきだと思うので、5年、例えば5年で退社したいと言われたら、5年後にちゃんとその目標を達成するために踏み台じゃないけど、ちゃんとうちのサロンをこ うまく使ってくれる人っていうのが欲しいですね。大事にしてるのは素直さみたいな、素直さで、あとは人柄がいい子、この2点でいつも見てて、中の感じとかは正直、まあ後から変えていけばいいかなって思ってて、なんかやっぱその人当たりの良さとか人柄ってその人相とかオーラで出ると思うんですけど、なんかそれを見た時にこの子欲しいなみたいな。今後もうちでしかできない技術っていうのを特化させると思って、まあ、ざっくり言うと僕10年間で一生分の稼ぎを得ようと思って、なんかプライドとか忘れていいものを全部吸収しようみたいな。しかもめちゃくちゃ質問するよね、人に。